前回のあらすじ。いや、ちょっとやべえ。いや、光ってますよ。やべえ。これ、ワイヤーが出てますけど。超やばい。嘘だろ、これ。これ、うまさが。やばっ。うわ。やばっ。新品タイヤってこんなに目があったんですね。大将、私のこちら。これ、同じタイヤです。信じられませんね。前回はタイヤを新品に変えてもらったのだ。ということで、ようこつさん、こちらタイヤを前後新品にしていただいて完璧ですね。ワイヤーが出てる状態でも不安だったのが、これで一気に解消されましたね。新品になるだけで相当気分いいよね。全然見た目も違いますよね。これはめちゃくちゃ気分がいいですよ、本当に。もう溝型でもこれあまりの違い。スリックタイヤみたいになってましたけど。はい、エンジンオイルと、お、エンジンオイル交換ですね。ブレーキフルード、クラッチのフルード、はい、と、あ、オイルフィルターもね。お、オイルフィルターも変えていただけるんですね。オイル抜くついでに、はい、北海道でクラッチが滑っちゃってたんだよ。あ、なんかそうなんですよ。なんてなんですかね、クラッチあんまり消耗してないはずなのに。あ、ウィーリーしてる。あ、これクラッチ版ですね。あ、猫。あ、じゃあ猫っていうのに。これがクラッチ部品一式頼んどいたから、はい、今回しかも大型バイクのクラッチをバラすのは僕も初めて見ますね。まあ同じ。あ、本当ですか、うん、オイルフィルターだったりとか。急遽パッドもねえじゃんって言うんでね。ですね、リアパッドももうなくなっていたということで。ブレーキパッド、リアとハイパーシンタードパッド、うん、なんか出てたね。これなんかあんまり見たことないですね。キキよりもこう減りにくく長持ちっていう。この歌い文句、これを見た瞬間にもう、あ、これだっていう。お願いします。やったー。 OK, let's go。 VTR のクラッチだったりオイルなども変えていただきますよ。エンジン始動を行ってオイルを一旦温めたりするんですね。オイル交換するのにちょっとダンキーして、はい、はい、リアキャリパーの清掃とパッド交換から。おー、お願いします。エンジン始動して温めている間にもリアパッドをやっていただけるという、このどこどこ感がかっこいいですね。このパッドピンを止めている蓋、これがなかなか緩まらなかったりするんですよね。マイナスで。おー、すげー。僕だったらもう舐めてますね。マイナスは難しいですよね。リアキャリパーを外して、おー、パッドも見えましたね。あら、結構減ってるよね。減ってますね、これは。初めて見るぞ。あら、色もなんか全然違いますね。いや、厚みが全然違うでしょ。リアって減りが早いから、はい、前よりも分厚めにできてんだよね。そういうことなんですね。確かに全然違いますね。キャリパーの清掃も行っていただきます。あー、汚い。ピストンもめちゃくちゃ汚れてますね。リアキャリパーも綺麗に洗っていただきました。輝きが違うんぜ。スプリングのあれなんだけど、はい、よく本当間違う人多いんだけど、はい、なんかこうやって組めたり、はい、どっちでも、まあ、組もうともや組めちゃうのよ。そういうことなんだけど、はい、基本的にこう飛び出してるところが片側にあるのね。ああ、なんか確かになんか出っ張ってますね。これだ、どっちだろうって迷ったら、はい、片押しピストンこっちにしかないわけじゃん、はい、でこっちのパッドはここでこう固定なわけじゃん、はい、で動くパッドってこっちだけなのよ、はい、こっちのパッドだけこうやって動いてピストンね、伸び縮みして、はいはい、こっちはここ固定なのね、はい、だからこれがこっちに来てほしくないわけ。あ、そういうことですね。整備で来る必要もないし、はい、キャリパーを取り外した時にこっちにいちいち来てほしくないからだと思うんだけど、だそのためにかけ、あのちょっとピョンとなっている、要は ここでこう止めるんだよね。そうなんですね。 それのための出っ張り。そうそうそう、だからこれ逆にこうやって組んじゃうと握った瞬間これへし折れるんだ、これ。ああ、なるほど。折れるだけならいいけど、これなんかぐしゃぐしゃになっちゃって結構多いんだよね、中古車って。うわー、そうなんですね。確かにこれとか出てきて、うん、え、これどっちだっけってなったらもう、これが
ある方はその動かない方か。ああ、だからこうだったらピストンの逆の方かに出っ張っている方が来るように、なんか似たようなのがあんのよ。こういう形じゃなくても、なんでこういう左右非対称でどっちでも組めるなって言った時はこれ思い出すといいかもね、はい、めちゃくちゃいいですね。リアキャリパーのこういう細かい情報まですごすぎる。やってるとここでこうやって止まってくれるんだよね。本当ですね。さっきの出っ張りがストッパーになってくれて、そうそうそう、で反対にこっちはツルッとしてるから動けるじゃん、はいですね。でしかもピストン側が押してくれるという、知らなかったですねすげえ。このキャリパーは NSR とかも共用ですよね。あ、そうだね。だから、まあ、NSR でもよく見るし、あ、折れてるやつはやっぱりよく見るんですね、うんうん、横さん先ほどのストッパーをここに入れてから、あとねここにも、あ、はいはいはい、これやっぱこうやって簡単に取れちゃうものが、うわ、あ、そんなところにもついてるんですね。これも掃除するか。ありがとうございます。キャリパーサポートブラケット側についているここに、これもだからキャリパー清掃してる間にポロッと落っことして気づかないで組み付けちゃって、はい、これがないバイクなんだけど、これも大惨事になるから。このただちょっと金属パーツ、これがちゃんとあるかを確認する癖。食パンの袋を押さえるやつみたいな。これがないだけで。大惨事なんですか。大惨事になる。このバイクはもちろんなんだけど、はい、他のバイクにでもこういうのがついてるのが結構多いから、はい、で何なのかっつうと、はい、ここにこうやってパッドが乗っかってんのね、はい、こういう感じで、こういう状況ですね。はいはいはい、このちょうど金属パーツの合わせ面といいますか、うん、こういうところに乗っかるような形に、結局これがないとなくても乗っかっちゃうのよ。あーですねですね。だけどこれがアルミでしょ、はい、これアルミなのにこれは鉄なのね。だからブレーキかけたりしてるとこうどんどんこうガンガン当たるのね、はい、だからこれは鋼だから、はい、硬い、ダメージを受けない。ああ、ここ当たってもですね、うん、アルミって柔らかいからこれ、はい、ほんとどんどんえぐれてくから これ組み忘れるとで、こんな遊んじゃうからここで、はい、これをね戻せばえぐれててもここに止まってくれるから、いるからなんとかなるかもしれないけど、まあ良くはないよね。そうですね、気分的にも良くないですし、とりあえずこれは絶対組み忘れないように。うわ、いや、これここにこんなのもあったのも知らなかったです。ラケットのところに新しいパッドも取り付けた状態で乗せてくれて、そんなに打ち込んじゃない。あ、グリース、そしてグリースを注射していくんですね。ここがそのピンスライドって、これはキャリパーボディに止まって、はい、このこれがこうやって動くから、動くんですね。結局片押しワンポットのピンスライド式っていうピンってこいつのことで、はい、これは結局こういう風に動いていくから、キャリパーがですね、こういう風にピンスライドのピン、おお、ピストンがしっかり動いてパッドが当たりましたね。エバツさんにリアキャリパー取り付けて清掃まで行っていただいて、パッド1枚変えるのにも大事な部品だったのがいっぱいあるんですね。リアパッドの交換完成です。よし、ありがとうございます。次はクラッチ周りなのだ。横田さんにカウルを外していただきます。あ、これはスナッポンの、これ何ですか。ここは何の工具なのか分かんないけど、はい、モトアップの田辺が、いつもほら田辺さん、あのオフロードで連れてってくれたりする田辺さんがくれた、うわくださったんですね。しかもスナッポンのこれマイナスいうところを外すためだけのすげえレーサーはこうクイックパスが多いからね。あ、こういうマイナス頭で一度緩めるだけで、まあ一度っていうか、まあ、90度とかだよね。あ、90度で全部緩む、これで閉まっててこれで緩む、はあ、こういうクイックファスナー用のスナッポンの工具を専門工具ですね。無理してでも使わないと使い道なんだだったと確かにみたいな。なんて言ってる間にカウルがもう早速外れておりますよ。あれですもんね、ちょっとあーもうゴスおお、カウルがなくなった VTR の姿はまた不思議な感じですね。あそしてここには HRC の刻印、マグネシウムの刻印、もうマグネシウムですからね。ヨゴツさんにオイル交換をしていただきながらクラッチ板も変えていただきますよ。サイドラジエーターにこのオイルクーラーまでもう敷き詰められているというこうオイル4リットル入ってますからね今日は、あ、素晴らしいですね。僕だったらもう床に大惨事になってました疲
かない。おお、すげえ。僕もいつもオイルあれですからね、おお、でも手オイルまみれみたいな。これ色はどうですか？もともと赤系だったもんね。ですね、ヤマハの。まあ普通に汚れてはいるけど、はい、その汚れの当たり前でさ、はい、それよりはやっぱなんか異常にメタリックギラギラしてたり。なるほど、うん、光ってたりするのが良くないっていうことなんですね。本当はこういう綺麗なバットに受けて、はい、捨てる時に最後までジャーって捨てるじゃん、はい、最後残ってるってことですね。見て大きいなんか破片とか。ああなるほど、そうですね。そういう理由じゃなくて、まあ、あったかいこの廃油にクラッチ交換するじゃん、はい、だから湿式クラッチって本当は1日ぐらいつけときたいんだよ、あのエンジンオイルに。そうなんですね、馴染ませる的な意味ですか？馴染ませるっていうか吸わせるんだよオイルを。なるほど、なるほど。吸うのに結構時間かかるから、はい、新しいクラッチ版に変えるときにその場でオイルを投付して組み付けるっていうのは結構みんな知ってることなんだけど、はい、その場で塗って組んでもあんまり意味がないっていうか、吸わせる時間が必要なんで、まあ、必要なんですね。まあ、今回も吸うのを忘れてしまった。これがクラッチ版、この段がついてるのがバンで、こっちがフリクションプレートと言われる部品ですか？色合いが違う。あ、本当ですね。これはほら厚みが違う。あ、全然違いますね。この間にこいでつが入るから難しすぎる。ロートウェイじゃこれ絶対間違えてくんじゃうぞ。先ほど言ってた、あ、こうやってオイルになじませるんですね。オイルにどんどん入っていくのが面白い。それではクラッチ版の交換をやっていただきますよ。このマグネシウムカバーをまずは外すんですね。おお、ここにスプリングがついてるんですね。おお、クラッチスプリングが全部外れましたね。お、そしてバン、これどうですか減り具合？わかんねえよ、そんな爪がある位置が違うからそれを覚えとかないと。うわー、そっか。こいつにもだからたまにあるんだよ、順番っていうか位置決めですか。この穴がだからどこでもこう入るところ、はい、例えばこうじゃん、はい、これじゃダメでこれじゃないとダメとか、これじゃないとダメっていう指示があるんだよ車種によってはですね、うん、この縁になんかわざとらしくポッチがあって、あ、でここにもポッチがあって、そことそこを合わせないとダメっていうのとかもあるから。なるほど、ギザギザ。ああ、ほんとはここ一個一個が爪になってるんですね。このギザギザに合うようにはまって、車種によっては向きだったりも変わってくると。まずこのベアリングを頼んでいたから。すげえ、この中にもベアリングが入ってるんですね、クラッチの。まあ、クラッチ握るとこの上にこれが乗っかるような感じになるから、でぐるぐるぐるって回るから、ね、うおークラッチハンドスピナー。このベアリングを新品にしていただけるんですね。嬉しすぎますね。ベアリングまで変えていただきます。骨にしていきますね。おー、これでベアリングが入りましたね。すげえ。ベアリングも変えていただいたら、こちらの板を外していくんですね。お、一回焼けてんじゃん。やばすぎですね。でこれは結構焼けてるよ。これですか？だってもう焼き入ってるぐらいな感じやってますもんね。そうだ、めっちゃ焼けてるみたいな。やべえ、これ。VTR の熱が熱いからかな。クラッチもだいぶ僕濃くしちゃってたんですね。めっちゃ変じゃん。サーキットで走ってるような感じ。すげえ、なんかかっけえですね。ちゃんとフリクションプレートが同時に発されて、最後にワッシャーみたいなのが出てくるんですね。で、特大ワッシャー。ジャダースプリング。あ、ジャダースプリング。フリクションプレートあったり板がこのように外されましたら、先ほどつけていたを出すんですね。入っていた順番通りに戻していくという形ですね。この中もだ結構だ段がついちゃってますね。これはまだ許容範囲ないですか？NSR の監視とかに比べれば、はい、あ、全然大丈夫というところですね。ジャダースプリングあたりを入れていくんですね。これもただのワッシャーみたいなやつと、はい、あの反り上がってるやつがいるから、平らなやつを入れてから先に入れるんですね。反り上がってるやつが向きがあるから、反り上がってる方がこっち側になるように入れるんですね。おお、全然焼けてない。やばすぎますね。これ
焼きが入る原因はやっぱりクラッチ操作が雑だったりとか。ハンクラだよね、とにかくハンクラ。ハンクラですね、ハンクラもうちょっと優しくします。これもプレスでバンって打ち抜いて作ってるのね、はい、だからこのバリが立ってる面と丸みがかってる面があるのね。あー、そういうことですね。メーカーによっては向き指定があるのね。はー、で、これは俺はバリ立ってる方が奥。なるほどなるほど、できるだけ丸みがかってる方を正面に。そう、それは折れないの理由があるんだけど、はい、まあ割愛、ここは割愛で丸みを帯びている方を正面に横田さんは組んでいくということですね。ホンダのメーカー指定はないんですね、うん、へー、色が横についていてこう判断できるようになってますね。やっぱ青が一番外だよね。そういうことですね。この1枚だけ、だ、ね、この順番通りに組んでいくと。置いてたらフリクションプレートも順番に入れていくような形なんですね。あ、これですね。なるほど。おお、きたー。クラッチがもうリニューアルです。多分最後に当たるのがスチールじゃなくてこのアルミに触れるから、なるほど、攻撃性の弱いね、あれになってんのかもね。はぁ、一番と鍵盤が違うのは。なるほど、そういうことですね。すげえ、僕もなんでなんだろうと思ったら、当たらないように攻撃性弱めるために変わってるだったりするんですね。かもね。まあとにかくこうやってやった時にちゃんとこのプレートがクラッチ盤をこうちゃんと押してる手応えがあるなっていう状態、なんか乗っかっちゃっても目で見て隙間が空いてたらもう多分組む位置間違えてる。ああ、そういうことですね。こういう状態だよね。こう組んでんのにこういう状態、これ油圧で今押し返されちゃってっから動くなだけでですね、うん、そういう構造じゃないのに、はい、まあ、こうなったらもう組み方間違えてるよね。そういうことですね。クラッチスプリングも新品に変えていただいております。そしてスプリングを止めて、こちらもゲートル組んで締めていただきました。あっ、蓋する前にクラッチレバー握ってみて。はい、あ、このようにですね、締めたね。はい、出しちゃって、マグネシウムカバーがしっかり締まりますね。よく突っ締めていただきますよ。これでクラッチ盤の交換が完成ですね。今までついてたクラッチ盤、お疲れ様でした。そしてオイルフィルターも変えていただくんですね。オイルフィルター専用工具を使って、おー、オイルフィルターが外れていってますね。この中にもだいぶオイルが溜まってるんですよね。おー、だいぶ出てきましたね。どきちゃない。オイルドレンも戻していただいて、オイルドレン締めた。はい、しっかりオイルドレンも締めたというふうに。締め忘れちゃいけないところを締め忘れるからね。不思議ですよね。そしてこの新品の純正オイルフィルター取り付けていきます。オイルパンがでけえ。ルパン逮捕だ。しっかりオイルフィルターがつきました。やっぱりカストロールカラーといったらこのヤマハのオイルを入れていただきますよ。オイル容量4リットルの中すべてこの1缶入りますからね。半端すね。フォーストオイルはいっぱい銘柄があって、どれがいいのかちょっとわからないですよね。そうだね。でもまあ値段で判断は間違いないんじゃないかな。やっぱ基本値段イコール性能みたいなところはあるということですね。1リッター2000円以上のものにはしたいよね。ああ、やっぱり最低限でもですね。高性能な立体SSバイクとかは特にいいオイルを入れておかないと消耗品になったりしますよね。個人的にこのヤマハの RS4GP は一番コストパフォーマンスがいい気がするんですよね。性能も良くて、それでいて金額もまあ安くはないけど定価は高いけど、ね、あれだよね、安く買う術があるよね。ですねですね。補充されていってますね。まあオイルフィルター分エンジンをかけると減るから。あ、そういうことですね。オイルフィルターを交換した際にはちょっと多めに入れておくといいということですね。おー、これも知らなかったぞ。入れすぎた。エンジンかけると減るから。だからこれエンジンを始動すると一気に減るんですね。見ておきましょう。半端ねえサウンド。こちら見てください。
クラッチフルードまでもう真っ黒な状態になってしまっておりますね。ということで、ようこさんにこちら VTR のプラグですね。こちらプラグを交換していただきますよ。ご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、 PC の方はこちらからチャンネル登録お願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこの前、今からお前ん家に行くからな。